ラジオ終わりで今銀座なんですが、これから、月に一度のタンデムスタイルの取材のついでに動画を回させてもらおう動画です。バイク乗って千葉の方に走りに行きます。ツーリングキャンプです。これですね、 BMW の E バイク、はい、うわーデザインすごいな、ほんま本当に未来のバイクですね、はい、あ、でこのキャンプ道具もがっつり詰めますね。シートがだいぶ長いんですよね、はい、すごくフラットですごい長いっていう、あデザインいいですね、なんか思い切ってていいですね、はい、あの既存のバイクとちょっと違う感じがあるんで、違いますよね、はい、スクーターですよね。そうですね、変速機なし、はい、で航行距離が一応なんか160キロぐらいって聞いてるんですけど、130キロ、はい、じゃあまあロングツーリングは厳しいけど、まあまあ普段の足としてはまあ全然十分使えると思います。うわすげえ、この後ろのこのホイールもなんかすごいですね、はい、あ肩持ちのマフラーがないからすごくそうか、リア周りが目立つというか、確かにそりゃそうか、マフラーないもんね、はい、割とタイヤは立派な、そうですね、サイズ大きめ、サイズ大きいサイズ出ますね、はい、これは楽しみだ。でハンドル周りもわーもういいバイクって感じで、でもうすごいですね、オンスイッチは、あ、ちっちゃいこのオンスイッチオンダウン、すごいディスプレイでかいな。でバッテリーが今 96% で120キロ走れると、はい、俺ちょっと電動バイク実は初めてなんですよね。びっくりすると思います。初めてだと思う。なんか加速すごいんでしょ、はい、ビーって感じなんでしょ。排気量が、まあ、一応相当でいくと中型なんですけど、はいはい、スタートダッシュはかなり初めてのいいバイク。当たり前ながらむちゃくちゃ静かに滑るように走っていきますね。でこうギアチェンジのタイミングがないんで、ずっとこのシームレスにずっと加速していくっていうのがすごい不思議な感覚。わ不思議不思議、うわすごい。で結構ね、あのモーターブレーキというかアクセルを戻したらグーンって減速するから、あんまりこう普通に走ってたらブレーキをかけるタイミングがあんまりないぐらいや、ほんまにこうやって一時停止をせなあかんとこぐらいかな、ちゃんと止まらなあかんとこ以外はちょっとした減速はアクセル戻すだけでほら十分ですね。これちょっと楽かも。その分ね、この歩道感とかね、バイクって感じはやっぱりないですけど、まあ、これはこれで面白いですね。さあ高速入ります。高速走行どうでしょうか。ブレーキがすごくて、もうブレーキかけなくても止まれるんですよ、アクセル戻すだけで。だからもう操作としてはブレーキほとんど使わないですし、アクセルを開けるか戻すかっていうだけですね。劇的にシンプルです、まあ、それをよ
しとするかどうかですよね。楽に街中を移動したいっていう人なんかはすごく楽でいいと思うし、逆に退屈やなって感じる人もいると思いますね。こういうあの下道の、ちょっとしたワインディングなんかは独特の加速感が気持ちよくて、やっぱりあの高速道路でずっとアクセル上げてるよりもアクセル戻したり開けたりっていう道の方が加速が気持ちよくて楽しいですね。こういうのね、こういう加速がね、ヒーンっていう加速がね、気持ちいいんですよ。珍しい感じの場所に、あ、これか、あった、キャンピースって書いてますね。あ、なんか、え、着いたキャンピース、キミツさん。うわ、なんかだだっ広いグランドみたいな。またこれ珍しいキャンプ場ですね。ほんまいろんなキャンプ場あるよな。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは。すごい、グランドやったんですかここって。そうです、中学校なんで。あ、中学校のグランドだったところ、はい、そうです。今でもグランドじゃないですよね。あ、今もう中学生通ってないので。そうですよね、もう廃校になったところのグランドがこうなってるっていう、はい、そうです。へえ。今サウナ準備してます。あ、今日なんとね、テントサウナに入るらしいんですよ。すみません、お願いします。え、このキャンプ場使ってたら中入ってもいいんですか？あ、あの中は、はい、見学は自由に。で、すごい。ここは管理棟になってまして、はいはいはい、お手洗いがあの校舎の中のトイレを使用していただいているので、ですから24時間ここは空いてますので、あ、はい、すごいな、これは珍しいや。あ、ここに、そうか、薪とかも置いて。あ、そうです、はい、発売しているものが、はい、言うたら中学校の、まあ、受付みたいなとこやったところです。あ、もともと勾配だったんですよ。あ、勾配か、はい、勾配、ここに、はい、わ、ほんまや、勾配や。ただ、あの、私は卒業生なんですけど。あ、そうなんですね。ここ勾配は全然機能しなかったです。機能しなかったですか？あんまり物売ってなかった。何も売ってなかったです。これは珍しいわ。ここは、はい、あ、まず、はい、はい、はい、ここは、あの、今売店みたいな形で、はいはい、ちょっとしたものですね、調味料でしたり、あと薪、炭などを発売しております。うわ、すごい、はい、で奥にあるのが一応レンタル品になってまして、はいはい、もしあのご要望があればこちらの方はレンタル、あ、はい、させていただきます。すごいことなってんな。はいはい、この辺のものがもう借りれると、はい、あ、こっちにそれテント、ね、テントも、はい、あ、キノコテント、あ、そうです、DOD のやつ、はいはい、へー、あ、でも結構テントも何種類かあったりするんですね。です、はい、へー。あ、調味料もちゃんと置いてくれてんねや。あの、意外と買い忘れてきちゃったみたいな方いらっしゃるので。ありますもんね。あの、近くにちょっとコンビニとかスーパーっていうのはないので、はいはいはい、できればもうちょっと品揃えも確保したいんですけど。あ、でも十分というか、なかなか。へえ、サランラップも置いてくれてる、はい、へえ、すごい、品揃え豊富ですね。いや、まだまだちょっといろんなもの見たいなと思ってるんですけど。へえ、おつまみがあったりとか、はい、すごい、ちゃんと学校が綺麗になってる。これは、はい、飾られてる片付けなんですけど。へえ、このなんか、はい、ウッド調になってるのは、まあ、これは元々です。もともとこんな感じだったよ。屋根というか天井もこういう感じで、はい、すごいネイチャーな感じの、へえ。ここのまず部屋は一応あのお子様が遊べるように、はい、キッズスペースとして。へえ、わあ、すごい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 。キャンプ来てこの中で遊ぶもよしみたいな。そうです、お父さんお母さんがテント設営してるときに、はいはい、あのお子さんたちが遊べるように、で私たちも一緒になって、はい、遊んだりします。す
すごいここマジで。あの身長も大丈夫。あ、身長体重測り放題。体重計もありますね。うわ、懐かしい学校の体重計や。へえ。あ、そうです。お手洗い。で、ここそうですね。あの野菜を持ってるので取れちゃう。はい。いや、ここ卓球場。はい、卓球場。すごい、なんか何でもできるな、ここ。へぇー。あ、黒板に書けるね。あの、はい。ぜひ、書いていただけたら。一応、あの、しょうもないもんですけど、サイン書いていこう。めっちゃ嬉しいです。でまだある。で、一応あのここがですね、あ、教室やん。ちょっと並べて、これはもうサンドイッチ教室のまま残ってるんですか。ここは教室を再現して、うわうわ懐かしい感じや。あの運動機とか大きい、ちょっと全然使ってた。うわー、すごいなこれ。何一応学校やから学校感は。そうです、あの、ワーケーションとかでも受け入れをしていまして。そっか、はい、まあ、ここで研修、企業の研修だったりそういうのも、はい、やっていただければなという形で。いろいろできますね。はい、はい、できます。はい、学園コンドもできる。できる、できる。そうですね。ちょっとなんか使い方がいろいろなんかアイデア浮かびますよね。はい、土曜日、日直、得意でしょうか。すごい。日付も今日にされますか。してない。あ、ちょっと懐かしい。うわ、黒板ゲージ懐かしい。7月今日も金曜日体育館もあんねや。はい、こちらから。あ、こっちから、はい、ほんまに学校の体育館、体育の時に体育館に移動する感じや。がっつり体育館。うわぁ、すごい。ここも開放しまして、はい、自由に取り入れただけ準備。開放ってすごいですね。うわぁ、懐かしいな。ちょっとこの夏のもわっとする感じも懐かしいですね。これ中入るやつですよね。そうですね。そうです、はい。これで、ね、これでこうぶつかり合ったりするんですか。そうですね。あ。これサッカーとかやるとね。これでこうやったらサッカー。はい。近づけないんで。そうかそうか。うまい人だよ。これがテントサウナか、はい、初めてやな。結構全部にあしっかりフレーム入ってんねん。そう、テント立てる自体はそんなに。あ、そうですね、はい。へえ。折りたたみ式になってまして、こうなんか引っ張れば。ああ、はい。へえ。そこそこコンパクトになる。そうですね、はい。へえ。
で中に普通に薪ストーブが入ってるってことですか。はい、そうです。へえ、凸が、はい、これは別にまあ煙突さえ出せれば、ね、どんな薪ストーブでもいいってことですか。そうですね、一応これはこれ用に。あ、そうか、はい、上に石乗っけたりとかできるようにですね。うわすごいサウナや。うわすごいすごい、うわちゃんとサウナや。でこれかけたらいいんですかね。そうですね、ジューするんですか。はい、うわサウナや。あでも気持ちいいな。いやでもこれ結構出てますよね、はい、結構ちゃんと水蒸気出てる。これがテントサウナか。ちょっと気持ちよくないですか。なんかこのなんか匂いがいいですね。うん、確かに本当なんか自然、なんかテント内やけど外でやってる感じがちゃんとするというか。キャンプでまでサウナやる人ってめっちゃ好きな人ですよね。だと思います。かあ、やっぱ暑い。暑いっすよ。サウナから出た後のこの野外の感じ、はいはいはい、そうですね、めちゃくちゃ気持ちいいなこれ。さあでは今回の岩崎さんが作りたいもの、はい、何でしょうか。僕あの愛知の生まれなんですが、こう、あ出たきしめん。はい、ほう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 。なんか最近きしめんがダメになってきてるって。きしめんがダメになってきてる。絶滅の危機がみたいなのをなんか。え、嘘でしょ。あ、ちょっと需要がちょっと減ってきてるみたいな。減ってきてるみたいなことをですね。ほう。言われてるっぽくてですね。はい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 。で、僕はもう子供の頃はよく食べてたんで、はい、いやそれはちょっと困ると。うん。だからこそキャンプでもきしめんを食べてもらおうと。はいはいはい。そういう。そうなんや。よからぬ魂胆で。いや、よからぬことないでしょ。これはきしめんを救うために。はい。確かにきしめん、ちょっとまあ、名古屋の人はわからへんけど、はい、名古屋以外の地域の人って、はい、家できしめん食うことないし、はい、これを買うことはあんまないから。そうめんとかやったらね家で行くけど、お蕎麦とか。そうなんや。それはちょっと需要を落とすわけにいかないですね。はい。で実際にこれ買うのも3軒もあって、はい、で1軒にはあの生麺の地名見つけたんですけど、うんうん、はい、東京産って書いてあったんで、ほんほん、それは許せなくてですね。まあでもこの、このあの、製麺地、愛知県。ああ、これにこだわって。こだわって。しかも愛知県産小麦使用。はい。絹あかりを使っていると、はい。じゃあちょっと今日は岩崎さんの愛知愛。はい。で、はい。きしめんを作りたいってことですね。はい。で、夏なんで、はい。おろし、すだちおろし。うん。にして美味しいんじゃないかと思ったんですけど、はいはい、ですね、すだちが発見できずですね、うん、またやちょっとライム大丈夫かっていう。ライムってライム、ライムか。まあ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 、いけんことはないでしょう。まあまあ、そうなんですね、うん、ライムしかなんか 2,3 件もあったんですけど。いや確かにね、すだちかぼすってね、はい、ないとこ多いですよ。で、このもち豚肉を入れて、おろしとライムと、あと一応生姜を、はいはい、とネギ、あ、あればなんか美味しそうなのができるんじゃないかなと。多分美味しいのができると思います。あ、よかったです。よし、じゃあ作りましょう。はい、よろしくお願いいたします。作りましょうとは言ったものの、ちょっとお鍋がちっちゃいのしかないということで、ちょっと借りてみます。すいません。お鍋ってないですかね。お鍋ですか。はい。なんか、きしめん湯がきたいんですけど。あ、わかりました。ちょっとお待ちください。ありますか。すいません。はい。さすがにあれじゃね、ちょっとちっちゃい。ちっちゃいですね。これでしょ。はい。いつもの。はい。いや、湯がけなくはない。いや、でもね、ちょっとこれ、今日厳しいな。これではちょっと。はい。いや、よかったです。よかった。はい。ここでよかった。はい。こういうことにも対応してもらえるっていうことですね。はい、素晴らしい。素晴らしい。あ、これはいいや。すいません。ありがとうございます。これは家庭科室バッチリです。あ、家庭科室素晴らしい。かわいい感じになってますね。しんどこんなもんかな。
わいい香り。チューブ買ってこなくてよかった。うん、やっぱりね、生でおろしたやつは味が違いますからね。半分ぐらいの、あ、食べやすいサイズ、はい、うん、あれ、これも名古屋の会社なんですね。マジですか、はい、それは知らなかった。それは常滑の、あ、素晴らしい。ザルあります。あ、ザルあります。その緑色の珍しい、あんねや。俺 100% ないと思った。ザルはほんまや。ザルはあったんすよ。さあ来ましたよ。よし、初めて茹でるな、きしめん。お、このままでいいか。いきます。きしめん美味しいですよね。な、美味しいと思います。僕は大好きです。よし、じゃあキャンセル、ちょっと熱いな。これ持ちましょうか。あ、すいません。 OK、 じゃあ行きましょう。水道へ。これを、これを、これはうまそうですね。ライムを。 OK、 完成です。ライムきしめん、はい、冷やしライムきしめん、はい、完成です。ライムいいですよ。あ、すだちじゃなくてよかった。素晴らしい。おそのフルーティーな爽やかさが、あ、うん、あ、きしめんうまいですね。やっぱり、やっぱりうまいですよね、うん、うまい。どうぞ、岩崎さん、恒例の食リポ。見るか、あ、いい匂いだ。完全にうまそうですよね。はい、期待通りの味ですよ。帽子邪魔かな。確かにライムが甘さがあるから、なんか酸っぱいだけじゃないし。そうですね、フルーティーさがありますよね、はい、フルーティーさがあります。ぜひ試していただきたいです、皆さんにね、はい、ちょっときしめんの消費を皆さんに促すために。愛知県人からのお願いです。きしめんを食べてくれ。いただいていいですか。どうぞどうぞ。いや、もう吸いすぎ吸いすぎてもうワンパクやな。うまい。はい、もうちょっとライム欲しいです。あ、ライムいっぱいあるんで、豚肉もあるんで。カメラマン松井さん、写真集発売中でしたっけ。中、いや、あ、まあ、だいぶ前に出してる。8月19日に写真展示を、あ、
そうなんや。世界最速のインディアンのリバイバル上映と一緒にやります。あ、はい、ですね。あれ写真集ボンネビルっていう写真集ですよね。めっちゃかっこいい写真集。横浜のジャック&ベリーです。映画館。横浜のジャック&ベリー。はい。映画館で。はい。ぜひ。めちゃくちゃかっこいいね写真集なんですよ。とりあえず食います。はい。食ってください。あのやっぱバックネットが入る。